パノラマ、または、回転画とは、絵画のジャンルの一つである。円環状の壁面全体に成功な風景画を描いて、中央の観覧車を取り囲むようにし、目の前に延大な情景が広がっているように見せる、ものである。パノラマと客席の間に、模型や人形を置いたものもある。こういったパノラマを、主とした施設は、パノラマ館と呼ばれ、世界各地の名称や、 近代の戦争などがよく題材となった。戦争ものは特に人気で、日本では日清戦争や日露戦争を描いたものが大当たりしている。パノラマは1792年にイギリスのロバート・バーカーが創始したとされている。パノラマの語も彼の造語で特許も取得していた。語源はギリシャ語のパンホラマ。日本では1890年、上野公園内に設立された。 上野パノラマ館が最初である。石川渡る、塚本岩三郎らによる帝国パノラマ会社が運営した。画家、八田一章の描いた、母親戦争の欧州白川での戦いが展示された。また同年には、大倉喜八郎、安田善次郎、中沢元吉、城野西義倉の出資により、浅草公園ロックに本格的なパノラマ館である。 日本パノラマ館が開設されている都市閉館。この浅草のパノラマ館はもともと木造の富士山を模した娯楽施設が建っていたが、それを取り壊して作られた。レンガ造りに、三重の屋根、全高30メートル、直径36メートルの円形の建物だった。当初はフランス人画家の手によるアメリカ南北戦争における北軍指揮官。 ユリシーズ・グラント将軍のビックスバーグの包囲戦が描かれていた。グラントは世界周遊の途上、明治12年に日本を訪問している。明治29年春、日清戦争におけるピョンヤン攻略戦の絵に取り替えられた。描いたのは小山翔太郎。その後、日露戦争の旅順攻略戦の絵に取り替えられた。これも画家は小山翔太郎。 以降も何度か絵は取り替えられた。その他とない各所に大小のパノラマ館が建設され営業された。このように日本でもパノラマは人気があったが費用がかかることや活動写真の登場などにより昭和期には下火になっていった。浅草のパノラマ館は明治42年に閉館した。パノラマミスダグを見る見物客、ありがとうございます。